ってから上スマッシュで対空完璧。直球攻撃シールド、うん、うまいですね。これもこれも打ちか、うん、え多分打ちでしたね、うん、ごめんなさい、おいクレイジー後ろ、さあしかしエイムジョーカーなんだかんだダメージリードを常に保ってるけれどもって感じですね。そうですね、まだ全然安心はできないですね。まだ最低限の対策というかやるべきことはやってるんですが、それでもね壊されるそう圧が圧がありますね。顔怒ってるもんだってすごい。これは藤島当たらない、いやー怖いぞ今の A パーが見えてた確かにでかいんでかなり当たりやすそう。おおいい横浜、はい、だけどそのステージが広いことでドンキーに対して復帰阻止をちょっとしづらくなるっていう部分もこちらあるので、まあ、そこはその展開維持を生かして撃墜しきるっていうのが必要になってきます、ね、はい、ということで完全にゴブですね。完全にゴブですね。さあ先ほどの1戦目も大幅リードを取っていたにもかかわらず、うわあうまい。さあ先手取ったのは梅木レイジ、うん、これはそれでも攻めますねガンガン相手に休憩させる時間を作らないというか、ね、ガツガツいきますね、はい、さあどうだこれはしっかり外に行く、おーうまいそのカブは見逃さないぞとエイムがしっかりジョーカーを呼び出せました。あの水族館にもあるじゃないですか、生ごとがあそこにサメ泳いでるみたいな感じするご自由にお触りください、触りませんけどみたいな口前、さあまたもエイムが空前でエイハを消すと全体フレーム短いですからね、うんうん、確かに有効ですね、はい、うまい。ジャンプ読み空中しろ上スマッシュ、しっかりチラチラじゃないんだよ、あどうだもん、 2回チラ見てからの上から帰ってくる上スマッシュはギリギリ前の外で空車波動弾貯めて波動弾打っていく、掴みを当てて空中技を当てに行くが、エイム選手の空中技が先に発生している。エイハを当ててもう撃墜したいぞ、とはいえワンアルセーヌが出てくる前に判断が早すぎる。2選手発見による最大リターンを通して撃墜追いついていく。波動弾も着地当たったかのように見せかけて反逆が間に合っていて、この早い状態でのアルセーヌ召喚はルカリオにとって苦しすぎる。着地狩りのクーエクーエ、前に撃墜はしたい確実に、はい、うん、下火をするしかないですね、こうなるとそうなるとほぼほぼ、はい、あこのペルソナでなんとかヤンリンを倒して、はい、まあそうですね、下火を打つどっかで、うん、あと2人は2回ぐらいは欲しいですね。おっとか決めてきた。さあ手堅く立ち回るエイムジョーカー、飛び道具で切り離しをまずは安定して妨害してから本体を殴ったところを相方がブリザードで妨害して、はい、しかしながらここでかなりいい形でやる空気阻止、今度はダッシュ攻撃をしないエイム、ストックリードを生かした手堅く堅実な攻め、空前1段から浮いたところに空前で分断成功、ダッシュ攻撃ダメージをチクリと与えて勇気の前ダッシュつかみから横強、エイムのターンが終わらない、助けてくれ横強で相方が飛んでいく、トルネードハンマーでなんとかワープを生かして戻ってきました。おっと強気のテトラカン、硬直も短い持続も長い、ちょっとあんまり手を出すわけにはいかなかった、下感がめちゃくちゃ怖かったけどなんとか戻ってくるものの、本体に削ると横スマッシュでのシールドモレトも狙える展開になるんで、なるほど、はい、かなりアイスクライマーとしては厳しい状況をガンダッシュでなんとか横スマをやり過ごす相方、ステージに戻ってきてアルセーヌも帰っていく。今の空中城の固めで倒しきれなかったのはエイムジョーカーとしてはちょっと厳しそうですが、どうですかこの展開、空母固めに空母で反撃、上スマッシュ、シールドが漏れそう、本体が割れてる、相方はレスキュー、間に合うわけもなく撃墜。美味しいですね、ここで追いつけたのは。そうですね、だが空母内側変更にしっかりと預けてけどバナナも使わせて崖上がれるかどうか、弱2段から横スマッシュはその場限り、弱2段止めされるとマジで横強と区別つかないですからね、うん、帰って果敢に狙ってくる、空前まだ続いてる、これまだ大丈夫か、うまいここがこの試合のターニングポイント、このアルセーヌがすぐ帰るか居座るかで、弱固め 94% エイガオンもう何食らってもきついトゥンリンク、下がカスタだけ、うん、崖はあーっとゴチャゴチャして制したのはエイム、空中しろ、この復帰マジで辛いっす
空中前、しかし満足が攻めている。アルセの状態でもお構いなし。上投げ空上、空上のターン維持、これまずいっす。エイガンオン回避み追いかけますね。これはテトラカーンですね。さあ、やはりリンクで培った経験、いろいろと生きているように見えます。ジャクソシールドめくると思って反転していたが、めくっていなかった。さあ、なんだかんだダメージレースはエイムジョーカーなんとか取って、このまま撃墜していきたい。後ろに飛ばして復帰阻止、どうする。ここはギリギリ置いているが、さあ撃墜できずに逆に下を取られて怖いぞ。そこは反逆ガード、横強撃墜はしないもの、もう一回外、いやーこれうまいですね。プレートと同じような調整を受けている感じですね。そうです、はい。さあここでアルセーヌ 40% で登場、かなり美味しい展開なんじゃないか。イムそのワーガリに対して空後当てていって、空下空下、怖い展開。フリップですで中央に戻ってきましたが、ジャンプを読んだ空中後ろから、この復帰阻止の展開、下ガンでワイヤー切断を狙うが無敵でしっかりすれ違って、なんかあと1回引っかかるとエイム側逆に苦しくなりますね、はい、ゲージが消し飛んでしまったが、やりきるのか、はい、でもアルセンいなくてどんぐらい強いかっていうのがやっぱ一番試されるところですよね、うん、でそんな人がアルセンに来るとこんな感じで、うん、もうとんでもないことになっちゃうと。とんでもないですね。勇気の空港までですが危ない。さあこれはそのばかりは掴んで下投げ空繋がらない、空中後ろダブルマークなる着地狩り、うーん空中しろ、それしかないといったところ。回避読み空上のダッシュでつないでいく、そして移動回避は投げて空上につないでいる。 69% 高いですね。高いです。本当エイムジョーカーはね、このアルセンのいない状態でのコンプ非常に高い。はい、割とうお空間落としからつかみ、アルセンのいない状態でおお、はい、そのままアルセンやりきっちゃいましたね。そこは読み勝っていった、はい、しっかりとケアしていきますエイムジョーカー。1ストック先制が取れると、どこかで反逆狙っていって2体目のある程度も視野になってくる。下強をダッシュから通して相方にダメージを積み重ねていく。貯金で言えばエイムジョーカー側も同じ、横スマッシュを相方に当てて分断成功。これはもう回避回避から迎えに行った、なんとか合流しましたが、あと今度は本体が分断されてしまって、読み合いのフレームであることをしっかり理解している。え、さあアルセーヌ召喚ここですね。先ほどのストックはこのアルセーヌしっかり耐えられることができたんですが、あとこれは踏まれてしまう、痛いぞ、撃墜する。マジでピチューや、2体目ピチュー生まれてんじゃねえよ。髪型がね、ちょっと人型になったから許されてるからもね人になったからいいよね、ピチューの擬人化。なんとか撃墜したいけど、ああ惜しい。やっぱ空 N からの撃墜コンボみたいなのを割と使い手がかなり開拓進めてるような気もする。うまい空上落としから空上落としていく、うん、高いコンボですね。戦場だとジョーカーの B 上も多少怖いところがありますかね、はい、ちょっと刺さりやすいといった印象はあります。まあ、両者コンボ火力が伸びるって感じですね。もうクエヌでエイハを潰して帰ってきましたね。さてただここでジョーカーがいいタイミングでアルセーヌが出てきてしまうか。そうです ね、 ねこのパーセンテージのアルセーヌが怖いですが、うん、強気に今クエヌ拒否していきましたね。ヒカリ選手はどんどんこういった振り展開では、まあ、もちろん自分の安全を優先しますが、あっと移動回避にしっかりと刺していった。ただこのジョーカーもダメージレースでは負けていない、うん、スタッフスタッフできるだけ距離はしたいがジャンプに空砲を触ってしまって移動回避、素晴らしい、ここしかないというところでしたね、うん、後ろ投げからちゃんと相手の運動性能を把握した移動回避でしたね。ここは絶対当たらない。そうしっかりと下から回避して、ああ見せるのが消えた状態、置いてかなり重きを置いてるキャラクターですので、まだまだ分からないと。空中取るからガン、はい、そうでね、アルセーヌが来た時にはその爆発力も期待できますよと。そうですね、このままパーセントじりじり稼いでいけばいいタイミングでアルセーヌが出てくることもあると思うので、いや
ですね。ちょっと逆転のゲームメイクになりつつあるか。なかなかこういう時に1回触るまでがちょっと遠くなってしまうと退場カーとしてもかなり追いつかない展開になってしまいますね。そうですよね。この復帰崖際満足のターンが続いたところ、アルセーヌ召喚クシタクエもで 37% 持っていけるキャラクターでありますよ。ジャンプが怪しい。ジャンプなかったけど横回避なんとか通していきましたね。イガオンからまだ帰らないアルセーヌ。この時間無限に感じる。空中後ろ本当に長く感じますよね。もうパーセントは一気に逆転。空下から横に飛ぶ爆弾も落としちゃう。爆弾がない。しかしこれは爆弾を出せない出せない。多分その空下で結構飛ぶ